はい、キャブ旅です。ハイブリッドインバーターの出力モードについてご紹介いたします。ハイブリッドインバーターには3つの出力モードがあります。お、設定コード01で出力モードを変更することができます。 SOL、ソーラ、MPPT 優先、PV 失敗時またはバッテリー残量が設定コード04の設定値以下の場合にグリッドに切り替わります。設定コード01を SOL ソーラー優先に変更します。はい、ソーラーを使用できなくしてバックアップモードに切り替えます。ソーラーを復活させます。UTI グリッド優先、グリッドが失敗した場合のみインバーターに切り替わります。設定コード01を UTI グリッド優先に変更します。グリッドを使用できなくしてバックアップモードに切り替えます。停電したことを想定しコンセントを抜きます。ピーという音がしてバッテリーに切り替わります。 UPS 機能によりサーキュレーターが停止することはありません。SBU インバータ優先、バッテリーが電圧低下または設定コード04の設定値より低い場合のみグリッドに切り替わります。設定コード01を SBU インバータ優先に変更します。インバーターを使用できなくしてバックアップモードに切り替えます。出力に関する設定コード、左側設定コードに出力周波数、右側設定範囲50オア60、デフォルト60、左側設定コード12低電圧遮断、右側設定範囲40V から50V、デフォルト 48.8V、 左側設定コード13過放電遅延時間、右側設定範囲5秒から50秒、バッテリー電圧が設定コード12で指定された値を下回り、この設定値で指定された時間に達するとインバーターの出力が遮断されます。デフォルト30秒、左側設定コード14低電圧警告、設定範囲 40V から 52V、 バッテリー電圧がこの設定値を下回ると警告アラームが発生します。ただし出力は遮断されません。デフォルト 49.6V、左側設定コード15放電制限電圧、右側設定範囲 38V から 50V、 バッテリー電圧がこの設定値を下回ると出力は直ちに遮断されます。デフォルト 46.4V、 左側設定コード22エコモード、右側 DIS エコモードを無効にします。 ENA エコモードを有効にします。デフォルト DIS、左側設定コード23過負荷自動スタート、右側 DIS 過負荷が発生して出力がオフになった場合装置は再起動しません。 ENA 過負荷が発生した場合装置は3分後に出力の再起動しようとしますが、5回試行しても成功しない場合それ以降は区間への電源供給を再開しません。デフォルト ENA、 左側設定コード24
加熱自動スタート、右側 DIS 加熱によるシャットダウンが発生した場合、装置は出力をオンにするために再起動しません。 ENA 加熱によるシャットダウンが発生した場合、温度が下がると装置は再起動します。デフォルト ENA。 左側設定コード25ブザーアラーム、右側 DIS アラームを無効にします。 ENA アラームを有効にします。デフォルト ENA。 左側設定コード26モード移行アラーム、右側 DIS 主電源の状態が変化した際にアラーム通知を無効にします。 ENA 主電源の状態が変化した際にアラーム通知を有効にします。デフォルト ENA。左側設定コード27インバーター過負荷時バイパス出力、右側 DIS インバーターが過負荷状態になった際自動的にグリッドに切り替えるのを無効にします。 ENA インバーターが過負荷状態になった際自動的にグリッドに切り替えるのを有効にします。デフォルト ENA。 左側設定コード35低電圧再接続、右側設定範囲44V から 51.4V、バッテリーが低電圧状態の場合、インバーターが出力を開始する前にバッテリー電圧がこの設定値より高くなる必要があります。デフォルト 51.2V。 本日は、電力出力を試したいと思いますので、いつもの焼肉を試したいと思います。さて、どれだけ電力が使えるかちょっとやってみようと思います。インバーターのスイッチオン。電子ポットを今再沸騰させています。スイッチオン。ちょっとね、ちょっと熱いんで3ぐらいにして、また食べてね、熱くなってきたら風の風量を増やします。電気ポットとサーキュレーターを使用して1010W消費しています。IH クッキングヒーターをスイッチオン。5に設定します。はいはい。電気ポット、サーキュレーターと IH クッキングヒーターを使用して約 2000W 消費しています。 3000W までまだ余裕があります。すごいすごい。ではお肉を焼いていきましょう。もういい音、お肉の奏でるメロディー最高っすね。豪快に。さあ、どんどん入れていきましょう。お、沸騰してますね。1時間ほど経過してバッテリー残量が 75% を切りました。1時間で 2500W ほど消費したことになります。無停電電源装置 UPS 機能により安全かつ途切れない電力を確保できるため、冷蔵庫にも使用したいですね。うんうん。複雑なシステム構築が不要で、オフグリッド電源や非常用電源として活用できます。設定コードについてはバッテリー取説の推奨値に設定する必要はありますが、基本デフォルト値で問題ありません。本日はここまで。次回はいよいよあれが納車されます。なんだかいい顔してる。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。